なんだなんだ、面白いこと。ん？ああ、実は酒場の客たちがある。最強？なあ、一撃でヒルチャールを数体倒せたら最強か？だよな、お前も立候補しよう。そうだパッタン、それってもう…いや、自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。みんな自分の推しがいて持ってる情報もバラバラだ。今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかな。オイラはお前を応援してるぜ。ひとまず酒場に入ってみようぜ。はあ、その自由を。俺のことは気にしないでくれ。一緒に遊ぼうよ。エンジェルズシャー。いらっしゃい。モンドの最強？バーテンダーなら何？そうそう。情報を扱うような仕事。強いて言うなら彼はアビス教団から引っ出た。というかアビス教団のやつら。よう、どうだこの。ん？それなら。そうだ、半月前俺はその時何があったと思う？あ、なんだなんだ。とんでもない破壊力を持った。そいつのせいで暴風山地の地面。すげえ。あの時俺は木の陰に隠れてて。あ、はあ、でもまあ女の。きっとあの子はもしかしたら。おい聞いたか。あくまで俺の推測だけどな。いや、銀遊詩人の直感ってやつだな。ありがとうって。なんでも信じて。まあ7時にでも。酒と冒険だ。いや、一人前の冒険者たる。ん？モンドで誰が。そりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんか。教会のサイリュス会長もすごいけど。神社界の魔獣、もしお前の前に現れたらお前でもビビりそうか。はあ、さ冒険だ。たとえおお。そりゃもちろん我らが神だってよ。神団長は一人で、そのおかげで
確かにジンは頼む。でもこい酒と冒険だ。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由、いつまで経ってもモンドの最強がだ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどう。セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。聞いてみないとわからん。ジンでも。モンドの最…すまない、そういった資料は…そうか、こいつが5位までに入ってないか期待してたんだ。そんな統計がなくとも私は栄誉騎士の実力を疑ったこ…そうだ、そういえば最近またアビスの魔術師…もしもん君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。アビス教団の奴らを倒したらきっと彼女のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞ。なんだか君たちでは気を…これ城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣。あ、これはガイお兄ちゃんが書いてくれたの。その生きるための心得。つまり絶対にしちゃダメなことでないとすごくすっごく怖いことが起こるの。うん。あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。よろしくね。オイラのことはパイン。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士です。おお、オイラたちを知るやつがまた一人。うん、アンバーをね。あ、実はね、あのね、ささやきの森に埋めた宝物が。宝物？ああ、オイラも同じく。宝物がなくなったのは一だ。本当？ありがとう。宝物はね、
この位置にあるの埋めた場所に小さな木の札を刺しておいたから。木の札、宝物がなくなった。英雄騎士のお姉ちゃん、決闘を連れてくるとはな。おい待って、逃げるな。アビスの魔術師、前に森で遊んだ時はいなかったのに、なんだか可愛いね。さっさとそれを返せ。やかましい、せっかく手に入れたんだ。まっすぐ。おい、惑わされるな。アビスの魔術師は悪い人だぞ。そうだよね。盗みは良くないって神団長が言ってた。待ちやがれ。お前たちさえ。魔術師がいなくなった。
が盗んだのはクレイのものだから、クレイが返してもらうの。クレイだってやれば栄誉騎士のお姉ちゃん。
ま、断罪の名において、追いつかれたか。だがここまでだ。おい、プロキラキラ人々の噂の中から最強の人、そしたらこの赤い服のその宝が我々の手に渡った。そうだな、お前ダメ、絶対その焦った顔、今どれどれ、ふん、生きるための心得、怪我人いるところに神団長あり、終わった。おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。はあ、道理でクレイがモンドで最強、少なくともおいら、でもクレイなんで逃げてたんだ。あ、騎士団に戻って、クレイ、先に答えてほしい。怪我人は、怪我人はどこにいる。ん？でもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのに。ああ、オイラが言った、アビスの魔術師は悪い、アビスの魔術師は人間じゃない、あいつらは。モフモフは人類の敵？これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラわかっ、きっとやつらはオイラがクレイの宝物を手に今回の手柄に免じて、今度のバドルド、バドルド祭、やったー、お姉ちゃんも絶対お祭りに来てね。しかしクレイ、その宝物を聞く、また星落としの湖の魚に、違うよ、オイラたちをすっごい見てるよ。クレイ、クレイ一人で反省室にいて、
成中はここでバドルドス宝もひひ、ウキュウの形にしてみたんだよ。かわいいんでしょ。うん、バドはあ、きっとクレ